はいどうも、ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル、ハギちゃんことじない。始まりました。アフレコだったの？俺アフレコで一切言わなかったじゃん。ハギカッコとじないでございます。さあ始まりました、ハギちゃんチャンネル。今回は見て分かる通り2人のゲストの方に来ていただいております。はい、自己紹介をじゃあお願いいたします。すいません、ピン芸人の佐藤ピリオドです。お願いします。お茶の水男子。無限大ホールでスーパースターやってます、村上です。よろしく。ゲンテ乗りたいな。じゃあゲンテいいんすよ、別に言わんくて。さあ今回は NSC のお話でございます。さあ NSC ニュースタークリエーション、はい、略して NSC となっております。吉本総合芸能学院とも言われています、この NSC ですね。どんなところなのか、今日はお話していきたいと思います。はいはい、NSC とは1年間で40万円払うことによって入れる、芸能専門学校養成所ですね。はい、僕は大阪の NSC、 そしてお二人は東京の NSC となっておりますが、具体的にこれよく聞かれるのが、どんなことをするんだと。うん、例えばよくあるじゃないですか、ネタの書き方を教えてくれる、ネタの作り方を教えてくれるところか。そんなところではございません。結構学校だって思ってる方多いんじゃないですか。そうです、学校ではないんですよ。だからよく NSC でみんなその何か教えてもらえると思ってるなら大きな間違いなんですよね。だからまた今もう言ったら、僕らは卒業して十何年経ってるわけ、はい、そうですね。だってまた昔とは学校形態多分変わってるんで。あ、そうか。多少教えてる形はあると思うんですよ。なるほど。さすがにやっぱりそのニーズに合わせないと、お客さんも、お客さんというか生徒数も増えていかないから、はいはいはい、多分その教えるっていう形を取ってはいるけど、俺たちの時代のことを皆さんにお伝えするっていうのだったらできますもん。確かに十何年前ですか。13年前。お父さんは東京で言ったら12期生で、まあ萩ちゃんは大阪で言ったら31期生なんですけど、東京の14期、そして15で一番後輩なんです。はい、まあ、だからその辺の近辺のお話ですね。今現役生が25期生、そうだからすごい変わってるかもしれないですけど、だから僕ら10年後輩になるんですよ。はい、だから時代も変わってきてるじゃないですか。うん、そのネットの規制だったりとか、うん、でテレビでも前はできてたのにできない、うんうん、もうそれが NSC でもちゃんと適用されてるというか、されてると思う。やっぱハラスメント系はやっぱ絶対だね。まあ昔はね、いやだからもう本当にハラスメントの総合でいっぱいあるよ。いい方、本当に全部が全部あったと思う。でもなんか、ね、それをフルハラ、フルのハラ。でもまあなんか昔はこうだったよっていうのを踏まえた上で、もしかしたらこれを聞いた人まあ ね、その NSC 入りたいなとか、いや思うか、思ってる人がいたら、今はそんなとこではないかもしれないけれど、昔はこうだったよって調べた。養成 NSC で何やってるかとか調べて会社送った。調べてないです。一切送る。調べてないです。でもみんな一緒だと思います。そうだからやっぱ芸人って、うん、バカだから、はい、本当に調べない、うん、だって俺はもうお笑いイコール吉本しか知らない。知らなかったです昔なんか。だからもうここしかないんだと思うんですよ。そうですよ。そう、結局だって絶対俺売れると思ってみんな入ってきてるんですよ。クラスの人気者とかがやるから。俺マジで1年で養成所行くから、ああもうダウンタウン超えたらどうしようかな。いや激ヤバ。でもちょっと話してた。でもみんなそのゾーンに入ります。確かにね。まあだから NSC 簡単に言いますと、どんな内容のことをするのか、授業だと思っている人が多いと思うんですけど、はい、構成作家さんが何人かいてらっしゃって、はい、その方にただネタを見せるだけでございます。そうですね、はい、ホワイトボードにねネタをこう順番1番例えばマッキントッシュ9時なんでね、はい、抽選なんですよ。あ、抽選だったんですよ。俺ら人数多かったから。あ、僕らの時ホワイトボードに書いた順番でした。俺らも先着でした。この朝8時ぐらいからメモ置かれてて、もうそこにこう授業とかは12時とかとんでもなく並ぶから。並びますね。それで逆に迷惑だってなって俺らは抽選になった。あ、そうなんですね。あ、じゃあもうここでもう2年ぐらいで全然違うんですね。俺ら1000人ぐらいだ。うん、そうか、一番養成見てる一番多いのは16期ですね。僕らの時も多かったですけど、この後東京大阪合わせて、1500とか、600-700ぐらいですか。僕の時は大阪600人、多分東京も同じぐらいで、多分1200-300ぐらいでしたね。でも、すごかった。1年間なんで、その、卒業する頃にはほとんどいなくなってました。300ぐらい減ったんじゃないかな。
僕らの時100人ぐらいだったんですよ、6分の1ぐらいだったんですよ。はあ、少ないっすね。あの NSC ってね、多分知らないかもしれないですけど、そのクラス分けとかもね、夏にあったりするんです。最初は僕らの大阪の時、大阪 NSC31 期生の時は A クラスが女の子クラスで、女芸人を志すクラス、うん、で B から、数は覚えてないですけど、 B からかなりのクラスまでがなんか応募した順番に、そう願書の順番ね。そうですね、はい、僕は B クラスだったんですよ。一番早く願書出して、そう、はい、それもだから恥ずかしい、恥ずかしいです。俺も B B でしょ。あのやっぱナオミとかジャンボ系が D なの。ちょっと後でね。そうで、やっぱ真面目だってみんなにいじられてたもん。ああそう、願書出すの早かったんだみたいな。あれめっちゃいじられますよ、ね、めっちゃつらいな。木によって違うんですね。俺らの時はやっぱ 1A とか、うん、僕 4E だったんですけど、うん、遅い方なんですよ、うん、めちゃくちゃ遅い、遅いですよ、うん、もう 5E とかが一番最後だったんですけど、うん、やっぱ俺らの木はやっぱ 1A とか 1B とか 21 とかが 2A とかがもうやっぱなんかトップ走ってるみたいな。へえ、俺らおもろいだろみたいな感じのやつらが多かったですね。俺らはもうその 1A1 の B は、あの願書めっちゃ早く出して真面目じゃんっていじられてる。そうそう、俺も同じぐらい。 B クラスは俺1の B だった。じゃやる気満々だった。あの、え、養成所の教室っていうか事務所入るとき、はい、コンコン失礼します、1の B27 番佐藤秀明セカンドドッグ入りますって言って。ああでもありました、そんな感じでしたね。俺絶対言わせないですよ。ていうかまあクラスとコンビ名を言って何の用かみたいなのを言わされてました。クラスもでもナンバー1の B 何番って。はあ、だからもう俺今さっさよく番号覚えてるなと思ったんですけど、うん、俺も多分普通にずっと言ってたじゃないですか。うん、4141番ってもう絶対言わない。そんな番号とか俺なかったですよ。俺あったの。ありました。ラクダだったの。はい。あ、ラクダはなんか絶対つけられてましたね。これがないだけでまあもう帰れお前っつって。授業出られへんとか。出られないです。ボイスの授業口臭かったら帰らされるんですよ。っていうか、あの、そうです。ここまず、今、え、いいですか。東京、大阪の違いす、多分違います。ボイスって何言ってるの。ほら、発声。いや、だから、やっぱりこの時点でちょっとその何も教えてくれないっていうわけじゃなかったもん。あ、じゃあ東京と大阪でめちゃくちゃずれてます。そう。で、じゃあまずいいですか。大阪の時は、構成作家さんが何人か、以外の授業で言うと、亜美先生っていう発声の先生。うん、ボイス。これボイスって言うの。僕らはもう発声がボイスです。発声筋トレとかめっちゃするやつです。あ、そうそう、筋トレ、腹筋とか、はい、発声と、あとラッキー池田さんの逆ダンス、はいはいはい、ありました、ありました、はい、ぐらいでした。その何木先生のダンスか、ガチのロックダンスとかやる BG を踊らされたりとか。あ、じゃあもう東京と大阪全然違うんよ。いや俺らだから正直東京しか知らないから、うん、大阪も同じことやってるのはどういうことやってたんだろう。まあ近しいことだとやってるんだよ。はい、でもちょっと違いますね、やっぱり。だから東京23区覚えなかったでしょ。覚えないです。ワンブレスで、あたちゃんの板橋の方は大田勝氏が来たこと、品川渋谷、新宿杉並、杉田瀬田大、太陽中央、千代田都市の中野練馬、文京民学、目黒みたいな。あ、それ覚えなかったですか。全員ほぼ覚えてました。そう、掛け算の練習みたいな。感情戦みたいなやつじゃなかったんですか。やらへん。大阪そんなんないよ。やったでしょ。やらないですよ。それで俺ら卒業公演、それで踊ったんだから。え、卒業東京23区、あたちゃん、板橋の方。なんかそう、卒業公演であるんですよ。その、NSC1 年間の集大成というか、はい、僕らで言うと、まあ、一番良かったのが A クラス、その次が B クラス、その次が C クラスって分かれてて、 A クラス、B クラスは、オーディションとかも受けられたりできる、うん、C クラスはオーディションも受けられない、うん、で、最後の集大成のそのネタ発表会みたいな、 C クラス1分、はい、B クラス2分、うん、A クラス3分みたいなだけでした。そんな踊るとかなかったんですよ。俺らめちゃくちゃあってパフォーマンスするじゃん。ない。めっちゃ全員でのユニットコントみたいな感じ。あ、じゃあ全然別物ですね。え、卒業の基準みたいなのあったんですか。卒業の基準、あの NC、 僕ら東京の時だったらそのなんか選抜クラスに入ってるとか、あと卒業公演に出るっていうのが一個基準なんですよ。お、卒業公演に出ないと吉本に属せませんよがまずルールなんです。で、基本はその選抜入ってる人が中心に選ばれるんですけど、そのちゃんと真面目に出席してたやつとかはなんかちょい役とかでお芝居の公演に出してもらえたりとかして、でそれ出れたから OK みたいなところあるんですよ。なかったかも。あ、ないんですか。覚えてもないぐらいのレベルなんで。だからもう、はあ、なかった。俺一回クビになってるから。え、大学中。なんでなんですか。絶対に提出しなきゃいけない書類ってあるじゃん。あ、ありますね、はい、その日に俺ノロウイルスになっちゃって、
あの病気です。今未だに覚えてない。早退しますってスタッフさんに言ったの、うん、で早退したんだけど提出はプリントしてない、はいはい、で遅れて次の日持ってったの。そしたら、え、そのプリントちょうだい。え、なんで遅れたの。え、早退しました。え、早退届出したの。出してないです。バッチ貸して。はい、首、お疲れした。それがほんと1月ぐらい、もう卒業ギリギリ。で、もう泣きながら先輩に相談したら、いや、こういうことは実は毎期必ずあると、うん、いろんな先輩がそれを乗り越えてきてる、うん、だそんなビビんなくていいから、とりあえず今まで先輩がしてきたことを教えるからっつって、その日の頃頭を丸めて、400文字の原稿を15枚ぐらい反省文書いて。もう今のご時世だったら一発アウトですね。いや、けどこれは別に問題ないいや、でも言われるんじゃないですか、今のご時世だと。そうですね。でもこっちが自分でやってる。あ、まあ、やるじゃん。あ、それならまあ。そう、やるじゃない。自主的にね。自主的にやってる。そうそうそう。で、伝統でそれやって、で、毎日朝昼晩掃除してる。はぁ。で、卒業してもやってる。へぇ。で、そこでようやくね。けど、そのことによってずーっとさっさと密接になって、めっちゃ仲良くなった。在学中、めちゃくちゃ厳しい先輩とかいませんでした。俺は、いたけど、はい、その、なんていうの、マナー良かったというか、いい子ちゃんの方やったから、そんなに怒られることもなく、なるほど、周りでは結構怒られてる人いっぱい見てたけど、僕はそこまで怒られてなかった。しかも、東京と大阪の差がすごい、熱の、その、縦社会。え、大阪の緩いの緩いってこと。え、で、厳しい、一回俺、聞いたことがあるのが、東京のスタッフが一回遠征行ってる。大阪に。そう。教えてこいつって。ほう。そう。俺らが多分スタッフやってる時に誰か言ってる。てか13月で、ね、13期、そう。大阪の30期さん。そう。人の時。はい。え、それどうやったんですか。いや、俺でそのなんか いろいろ言ってきたとは言う。だからそこから変わったんじゃない、もしかして。はあ。14期とか。少しは。何も。僕はそんな食らったのはないですね。俺らもひどかったもん。どんなやったんですか。無知でいいやん。で、まあ、簡単に言うとあれですよね、その東京 NSC と大阪 NSC の違いってかなりあるんじゃないですか、うん、大阪 NSC は本当にその発声と、逆ダンス以外はただネタ見せるだけで、東京はネタ見せる、まあ、逆ダンス、発声、ダンス、普通のダンス、あと、感情出す、エクスプレッション、はい、芝居とか、そう、どんな EX、 知らないですか、感情出すエクスプレッション。大笑い、中笑い、小笑い。はい、大笑い。はい、中笑い。はい、小笑い。面白いじゃん。え、そんなんあるんですか。演技指導で、で、それの大泣き中泣きとか、みんな涙になるんですよ。すごっ。で、その大泣きとか、俺もう、むちゃくちゃ泣けて、当時。そしたら、その市内の先生が、映像撮ったら、いやもうセッションドラマの先生です。だってその EX の授業の時なんか、あの絵描くやつ あったあった。あの絵描いてくるんですよ。うん、でお前らがその一週間で思った印象的だった出来事、うん、印象の大中小みたいなのを描いてこいって言われて、何それ？毎週その絵描かされるんですよ。あったわ。でまあみんななんかもう直前で描くじゃないですか。で、直接で書いて、じゃあ、書いてきたやつ見せろっつって、バッて、みんなでこうやって上げて見せるんですよ。うん。なんだお前、それ。帰れって。そう、帰らせるんですよ。映画下手やん。映画下手とか。何それ。で、帰れもあるし、先生が帰る。もう何のことやったらね。やったらひでえやつ。多分、絶対もう、どっか喫茶店とか行きたいんじゃん。やっぱ、どんだけ、サボりたいん。どんだけ時間かけても下手なやつは下手じゃないですか。まあ、無理よね。うまいやつはやっぱすぐ、ね、まあ、時間かけたりとかするし。直前で買い取ったやつが、お前はやっぱちゃんとしてんなってめっちゃ褒められて、時間かけて描いたやつがもう帰らされたりとか、まあ、うまさのあれであんのか。あとだから、その絵をね、ずっとみんな描かされるんですけど、うん、お前は一冊スケッチブック今日で完成だよ、このスケッチブックはお前らの一生の宝物なんだよ、誰も持ってないですよ、もう多分今そのシーンを全員捨ててええよ、うん、まあでも僕らで言ったら変わった授業はまあ自由研究になりましたね。どうすか、面白い自由研究作ってこいって、まあ、先生のあれでこんなもん、まあ、今で言うだから YouTube の企画みたいなのを動画とか撮ってきたり、その場でやって発表して、先生が面白い面白くないみたいなとかはありました。そ
それこそ俺らが知らないだけで、うん、今 YouTube のレッスンとかあると思うよ、下手したら。ああ、あるかも。 SNS のやつとかありそう。ラジオの授業とかありましたよ ね。ラジオの授業、はい、ラジオのあいつ頑張った中。あ、そうそうそう、それは俺らだったの。ないです、ないです。ラジオをなんかテーブル2個置いて、まあ言ったらそのマイクがある程度にして、音が鳴ったら2人でラジオやってみて。なかったな。ほんま全然違うんですね、東京と大阪で。なんか僕は経験してないんですけど、あれあるんですよね、その合宿とかあるんですよね。あったあった。俺も行ってました。俺も行ってない。僕なかったんですよ。俺も行ってないですよ。はい、ていうか俺なかったんですよ。すごいよ、合宿。聞いただだけでよかった。なんかギャグやってネタ作ってみたいな評価されて、で途中でバス降ろされて、でそこからその後ろの、まあ一応そのバス降ろされた、おいおいっていう一下り終わったら、後ろのちっちゃいその4人乗りのやつに乗るんだけど、その間ずっとうまいもん食べてないなとか。なんすかそれ。まあだからテレビの過酷ロケみたいなことをやるってことですね。そうですね。まあ経験としてでも、まあまあそうですね。楽しいか。はい。はあ。まあだから今思えばなんかその、やりたくない仕事とかもあるわけじゃないですか。まあ実際ね、タレントになった時に難しいこととか、はい、ってなった時に、あ、NSC で一回そういうの経験してるかなっていう、うん、まあ精神力を鍛えるためだけだと思う。それはあるかも、はい、結局今じゃダンスやってるしっていうのがある、うん、ああ、そうですね、力、そのやってたことが力になってるってことですね。そう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 、なるほど。なんか、あれですよね、選抜クラスとかもありましたよね。誰々選抜、はいはいはい、あれがね、あの廊下に張り出されるんですよね。そうそうね、何々選抜、まあそれこそ2アウトプレーみたいな、なんか変なコンビ名がバーッと張り出される。課題選抜、大工選抜、ね、あの張り出されてるやつで、その NSC 内でこいつには負けたくないみたいな、めっちゃありましたよね。ピラミッドみたいなできね、選抜は風切ってくんのよ、ね、ドヤ顔でみんなやめてよ。じゃあ、あるある言いましょうか。 NSC あるある言いましょう、はい、今からあの、もう佐藤さんが言ったみたいに風邪ひいてたやつやめる、やっぱあのね、違うんだよね。 NSC で受けてたと思っていざ一般の舞台出た時のあのギャップが多分本人たち辛いんだろうね。やっぱ NSC の時って多少上手いと目立つというか、そうそう、はいはい、漫才上手かったりとか、コントちょっとこう奇抜なことできたりとかしたら目立ってたのが、卒業したらやっぱ兄さん方がいっぱいおるから、上手いやつがザラにおるから、うまいやつが、ね、NSC でうまい漫才のやつが下手やったりするんですよ、ね、でもそれもだいぶ前なんで、僕最近特に思うのが、 NSC 出てなくても M1 とかでアマチュアも漫才うまかったりしませんか。いや、しますね。だから今の子らめちゃくちゃうまい可能性あるんですよ、 NSC 入ってる子ら。いや、もうやばいと思う、ね、普通にコンクール取ってる人が増えると思う。そうか、1年目2年目とかもめちゃくちゃうまいんですよ。確かに時代やな、それも。それこそ YouTuber でフォロワー20万人もいますって、もスタートからそのやつ来るって、うん、ああ確かに。いや来ないんじゃないですか。ええー、けどそれでもお笑い好きだって、もう YouTuber でいけばってなってるじゃん。いや、仕事入らない。それこそパック TV さんはコンビ結成したのし直したの。あ、そうなんですね。漫才やるんですよ。いるんだ。じゃあです、すごい、まあ、佐藤さんのやつにかぶせるなら、そのさっき言った ABC でクラス分けして卒業してからA クラスのやつめっちゃ解散したりとかやめるのに、 C クラスのやつが一番先テレビ出たりとかありますよね。僕らでいう、まあ東京の話ですけど、うん、まあ一期上の先輩が大体自分らの代の時の、スタッフとして、まあ、講師の方のアシストとかいろいろね、あのお世話とかして、で僕らに大体その厳しく当たってくるっていうのが伝統であるんですけど、うん、卒業した瞬間にめちゃくちゃ優しいっていう、そうね、もうそのギャップもあるから、スタッフさんも怒らなあかんって言われてるんですよ。そうなんですね、もうやめさせろの手でくるんですよ。それぐらい精神力を鍛えろと、ね、はい、だからギャップで、にもあすげえ優しい人、ボーイフレンドの宮川俺のこと本当嫌いだったらしい。ボーイフレンドさん、佐藤さん厳しい、あの厳しい、あの A 君が俺のこと嫌い、 A 君で、あの A 君が俺のこと嫌いです、よっぽど嫌だった、人のこと嫌いなんて聞いたことないですよね。これ多分養成、これ東京だと思う、東京限定だと思うけど、はい、あのスニーカー盗まれる。あるある、靴箱入れてたら、ね、置いといたら、そういいやつとかやったら、そうそう、もうすぐの、やっぱもう NSC なんかもう言ったら社会不適合者の集まりの巣窟じゃないですか。まあな、昔の中でもさらに下のやついるんですよ、そう、もう本当にただの盗っ子、うん、確かにな、40万の
どうにかチャラにしなきゃってやつで、すぐやめるやつですよね。僕らもだから非常階段、帰りはエレベーター使ったらあかんから非常階段で降りるんですけど、やっぱ作家さんにボロかせられるんですよ。おもんないとか聞こえへんとか、はい、帰りの階段穴だらけでしょうね。あ、もう多分もんな。なるほどね。いや俺らもエレベーターする使っちゃったもんね。あ、へえ。いや、それ知らないでしょ。え、あの非常階段、はい、神保町の劇場、はいはいはい、まあ、養成所が神保町陰で、はいはい、あれになってるんですけど、東京はね、あれ外階段あるじゃん、はい、あれ昔手すりなかったからね。危なっ、危なっ。えっ、あのこういう螺旋階段というか、ああいうやつおしゃれで何もなかった。あのこっちは外、はいはい、内側が何もなかった。ああ、で雨の日とかもう俺らもうこうやって怖すぎて、で俺が言ったら絶対死者出るんですよ、頼むから手すりつけてください。いや、まあ、だって言ったら教室5階とかもない。そう、危なっ。俺スタッフで一番怖くて。そうか、上行かなきゃいけないから、なんかいどっから全然ネタ使えないし。あ、じゃあ佐藤さんのおかげなんですよ。そうです、もう網から手すりつけてくれたんですよ。そうなんですね。もう網に関しては落ちること前提だからね。そうですね、あのジェットコースターとかで。そうそうそう、で多分ね、ちょけたりとかしてね、そうやるやるやるな、やれんな、やからな。あの火花を見ていただいたらね、この非常階段だと分かるんで、あのネットリックスの火花、あのネタ合わせしてる風景が一瞬映るんで、そうそう、場所神保町だとね。そうか、あと我々言ったら、あの、まあ、クラスの人気者のやつか、ほんま引きこもりみたいな子が入ってくるんですよ、うん、オタク引きこもりみたいな子、ね、これがすごいのが、僕1年ぐらいしたらそのオタクとか引きこもりがちゃんと喋れるようになってたんですよ。これ僕ちょっといいところというか、なんかみんな暗いやつが明るくなるんですよ。確かに確かに、あの芸人っていいのが、その暗かろうが明るかろうが面白かったら認めてくれるみたいな、はい、だから暗かったやつとかが友達ができる場所みたいなイメージですね、うん、NSC はいじめとかないっすよね。ないないない、本当になんか思わないもん、それが、はい、なかったと思う、うん、そうっす、でもなんか、うん、そういうやつは多分やめてやめてるね、はい、まあ、変なグループみたいなやつもやつおったけど、ありましたね、自分が一番上になってお笑い語るみたいなやつがいましたけど、それはいっぱいいたと思う。でもそういうやつもやめていったりしてますから。あと同期に手を出すやつとか、同期にね、あ、あ、これもあるらしいよね、その同期に手を出すやつ、いました、いました。さあ、ということで、NSC の話いろいろ聞きましたけども、うん、実際2人は NSC 入ってよかったかどうかを聞きたくて、2人、せーので言いますか、 NSC入ってよかったですか、よくなかったですか。せーの、よかった。おお、まあよかったんじゃないかな。佐藤さん、なぜ。いや、やっぱ結局その同期っていうのがまず一個できるっていうのが、確かに、やっぱかけがえがないものだと俺は思うんですよ、うん、そのやっぱお互いに、泣いたり笑ったりをずっと同じ経験していくやつって、やっぱ久しぶりに会っても飲んだ時にやっぱ楽しいし、うん、そういうかけがえのないなんか戦友ができるっていうのが一個、これやっぱ NSC じゃなくてできないんじゃないかな。確かにそうですね、今でもやっぱ仲いいですし。そう、え、ジュンは。いや、僕はやっぱもうそうですね、やっぱ同期のそのやっぱ絆とかもありますし、なんか僕らの期は特になんか仲良くて、うん、で、まあキャラもんが多いですよ、うん、ただ横澤夏子、おかずクラブ、デニス・マテルのニューヨークとか、うん、でなんかみんながみんなやっぱ売れた時になんかひがみ合いみたいなのも特になく、うん、まあ、みんな違う売れ方をしてってるから、うん、でまあ、なんかみんなで本当なんか良かったねって言い合える気だからっていうのもありますし、あと楽しい、うん、本当に。確かに、もうなかなかないじゃないですか、もうこんないい年になってな、こうやっていい年になってゲラゲラ笑って、もでも NSC はマジ地獄じゃん。地獄よ。これ抜けた時だよね。そうなんです、仲間感というか戦友の感じですよね。その振り幅がもうとんでもないから、だから苦行ですけど、やっぱ行って苦を味わっといた方が、うん、その後の喜びがでかいかと。そうですね、僕もその入ってよかった理由が、その同期とやっぱりこの NSC 時代 の作家さんにおもんないとか言われたり、客前でネタできへんのになんでこんなこと言われなあかんねんって思ってた辛さや、縦のこの縦社会じゃないですか、芸能界とか、結局いろんな演歌の人がいたりとか、役者さんがいろんな世界のめちゃくちゃの基礎を教えてもらったなと思うんで、入ってよかったなと思いました。思うよね。だからもし迷ってる人がいたら、まあ、あんまりも進めはできへん。後足が。でも、入って我々3人は良かったと思うので、
皆さんもぜひ興味があったら NSC に入って、まあ、我々の後輩になったりしてみたら面白いですかね。あのなぜ吉本を選んだんですかという時にこの動画を見たって言ってくれれば、あの僕らは多分テンパ入ってくる。入ってくるか、入ってくるか。はじちゃんこれ NSC から金もらってもらってるか。さあ、というわけで今回は佐藤ピリオドさん、そして手乗り大会の村淳之介に来ていただきました。皆様ありがとうございます。